はい、対楽の窓です。今回の話題、世界第6位、韓国の軍事力がスカスカだった。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。3月16日の午前9時半頃でありましたね。北朝鮮が弾道弾ミサイルらしきものを発射したものの、高度が上げきれずに失敗に終わったのではないかというニュースが報じられておりました。これより前、すでに北朝鮮が大陸間弾道ミサイルの発射台を置く、その土台をですね、平壌の順安空港の滑走路と誘導路の間に設置し始めている。こういうことが米軍と韓国軍の間で確認されたということで、アメリカの政府系メディアも報じておりました。この動きからすると今週中にも発射するのではないかという見方もありましたが、やっぱりやりましたね。その目的が何なのかというところもアメリカ当局は注目されていましたけれども、今回の失敗からするとどうも新型の実験ではないかと見られております。ウクライナ情勢で世界の目があちらに向いている最中にこっそりやろうとしていたのか、あるいはこれ逆に目立とうとして注意を引きつけたいとこのようにね思っていたのか、その辺は分かりませんけれども、つい数日前にはインドもミサイルを発射してパキスタンに撃ち込んでおりました。インド政府は間違って撃っちゃいました、大変遺憾に存じますとこのようにね言っておりましたけれども、こんなくだらない同じ手で日本にもし撃ち込まれたならば、それこそたまったものではありません。アメリカはもうすでに何らかのさらなる制裁を追加すると言っておりますけれども、もうこれ以上北朝鮮に制裁するものがあるんでしょうかね。逆にどん底でこれ以上下がりようがないと思ったら、彼らも何をしでかすかわからない、そんな怖さもあるのではないでしょうか。それは今現状、そして今後のロシアについても同様だと思いますが、しかし核を持っているという国はちょっと、まあちょっとどころではありませんけれども、しかし何か動きがあっただけで、それこそ文字通り核も注目を浴びるということであります。今回の北朝鮮ミサイル発射失敗も米韓軍は事前に情報共有をしていたということでありますが、これについて日本政府もしっかり詳細を把握していたんでしょうかね。岸田首相は情報は承知しております、今情報収集中ですとこのように言っております。それから松野官房長官、今のところ日本の航空機や船舶への被害の報告はない、今後特異な事象があれば速やかに公表する、こういうことだそうであります。いずれにせよ実験失敗だとすれば、時期にまた同じことをやるでしょうね。日本政府ももう慣れてしまっている部分ももしかしたらあるのかもしれませんが、常に重大な緊急事態だという認識で対応をしてほしいところであります。アメリカはすでに事前から制裁すると言っておりましたけれども、日本はなぜ確認中ということだけなんでしょうかね。日本がすぐにでもできる制裁の一つには、日本人拉致事件の首謀者とも見られる朝鮮総連や北朝鮮学校の解体ということがあります。それをすると日本の国益にどんなマイナスがあるというのでしょうかね。まあこの辺が非常に私は常日頃から疑問に思っているところでありますけれども、さて朝鮮半島一方南の韓国であります。軍事についてこんな報道が韓国ローカルメディアで報じられておりました。世界第6位の軍事大国として昨年12月、大統領府が SNS を通じて明らかにした文在寅政権の国防部門成果、こういうものが発表されていたそうでありますけれども、その中で年間国防予算を史上最大規模の50兆ウォン台に増額されたとのことであります。50兆ウォン、これは日本円にして約5兆円弱といったところでしょうかね。しかし実際に戦争が起これば、単なる国防力順位や兵器スペックだけでは優位をつけられないということで、問題がボロボロ出ているということであります。それはどんなことかと言いますとですね、ここにたくさん上がっておりますね。まず熟練兵の確保、それから十分な弾薬在庫の確保、これらが必要なことは
現在進行中のロシアのウクライナ侵攻事件から如実に実感していますよと、このように言っております。それから国防当局の上級士官によると、有事の際に弾薬は1週間も持たない、それから砲弾などは2、3日で尽きてしまう、それから主要誘導爆弾などは3日しか持たない、徴兵の訓練不足、服務期間短縮、こういうこともあるそうです。そして軍隊編成も8人から6人に削減を検討している、こういうことも問題だよと言っております。そしてセンサー設備完備の国境で脱北者が北朝鮮に戻るのも見逃してしまった、こういうこともありましたね、年明け早々でありましたよね。はい、それから空軍戦闘機が敵性420機に対し380機に減少して、今現在40機が足りていないと、こういうことも言っております。ただこれらを補完するための予算が韓国としては確保するのが容易な話ではないので、当局も今ジレンマに陥っているということだそうです。これが実態だということで当局関係者も明らかにしているわけですが、もうこれスカスカだということでありますよね。ロシアがウクライナに侵攻してから、ここのところ韓国のメディア、それからネットから聞こえてくる世論では、やれ日本が竹島を取りに来たら戦ってやるだとか、対馬も取ってやるだとか、反対に韓米日同盟を結ぶ必要があるとか、あるいはひどいものになりますとですね、韓日同盟を結んで我々が、我々というのは韓国が日本を守ってやるから、韓国軍を日本に駐留させろ、ただし日本の自衛隊が朝鮮半島に上陸することは絶対に見許さないと、こういうことをね言っております。しかしこうして韓国発信の本音の悩みを見てみると、聞いてみるとですね、日本を攻めるどころか、日本を中国やロシアから守ってやるどころかですね、自国を守るレベルですらないことがよくわかるわけです。これについて韓国のネットではたくさんの声が上がっておりますけれども、こんな声ですよね。まずユン・ソクヨル政権になって6位からさらに落ちるだけだろう、こういう意見。そして兵役逃れがいるのでこうなるのは分かっていた、こういうことでありますけれどもね、そうでしょうよと思いますよね。これ日本にはたくさんおいでになるので、皆さん連れて帰ったらもっとね強くなるのではないでしょうかね、韓国軍。それからだから20代男性のスマホは取り上げて兵役期間を30ヶ月にするべきだ、こういう意見もありますけれども、現在は18ヶ月だそうですね。しかも文政権ではスマホの所持も認めるということで、これ韓国国内で大変な物議にもなっておりました。昔は30ヶ月というね、そんな本当にこれは遠い昔でありますけれども、そんな時代もあったようですし、もちろん携帯電話などは持ち込みダメでしたよね。しかしこれも日本からみんな帰国していったら数で穴埋めはできますのでね、十分一つの解決策にはなるのではないでしょうか。それからもう軍備だけ増やしていれば良いのでしょうか、こういう意見もありますけれども、これに返信ではまずこの男から最前線に送ろうということでね、そういうやつこそ送ってしまえということでしょうか。それから我が国を守るつもりのない人間はただ黙っているのではなく、大韓民国を離れなさいということでね、国から出ていけと言うんですけど、いやいややめてくださいと言いたいですよね。そんなこと言ったらみんな日本に同等を寄せて逃げてきますからね、冗談ではありません。それから米軍基地は世界中にありますが、作戦統制権を握られている国は韓国しかありません。日本の首相だって自衛隊の指揮権を握っている。これでは日米が北朝鮮を攻めたとしても作戦統制権を米軍から奪わない限り、それを阻止する術がないということでね、なぜ韓国が北朝鮮を守らなければいけないのかよく分かりませんけれどもね、まあそうなんですよね。ただね、これ作戦統制権、いくら日本を攻めるだ威勢のいいことを言ったってですね、日本を守ってやるとか言ったところで、アメリカさんがいる限り韓国軍は何もできないというのがこれ実態なんですよね。
まあ、いずれにせよ韓国にはそうした軍の指揮権の返還というね、今問題が長きにわたって議論されている、鬱憤が溜まっているというところでありますけれども、私たち日本においても憲法の問題がありますからね。ただ日本の方はですね、こちら本来自力ですぐにでもできる話であります。ということで、今韓国では軍事力に悩みを抱えているスッカスカだというね、そんなローカルメディアの声をお届けしましたけれども、続きまして今回ご紹介するタイ人の声、ちなみましてこんな発信であります。日本と韓国の軍事力、兵士や武器、経験など戦力においてより手強いのはどちらでしょう。こういう投稿であります。まあ単純明快ですよね、こういう投稿がタイでもしばしば立ち上がるんですけれども、今回このスレッドではどんな声が上がったか最後にいくつかご紹介します。まず一人目、比較するのは難しい、日本は自衛隊で軍隊ではないからですというね、こういう意見もあります。それから、自衛隊とはいえ空母もあるし反撃能力もありますよと、このように返しております。そして、日本の自衛隊は立派な軍隊です、自ら他国を侵略することはありませんというね、こういう意見。それから、韓国は陸上はちょっと良いかもしれませんが、海空を合わせたら日本の方が勝っていますと、こういう意見もあります。そして、日本の防衛システムは世界一で神レベルで、米軍の技術でさえ突破は不可能だという話を聞きました。ただ韓国は北朝鮮と接し常に緊張状態を維持しているので、戦闘準備はできていると思います。日本は韓国ほど北朝鮮との緊張状態にはないと思います、あくまで客観的な判断だけですと、こういう意見であります。ただ今韓国では軍人もだらしなくなったとね、先ほどのように嘆いている、そんな状況でありますからね。それから、韓国軍は北朝鮮と対峙するための体制を取っているまでですというね、こういう意見。それから、島国の地形からなる日本は内陸戦をほぼ想定していません、したがって海空に焦点を当てており、それぞれ戦い方が違いますというね、こういう意見もあります。それから、最後にもう一つですね、日本と韓国は全く違うと思います。確かに国家の軍事情報は機密事項なので、詳細なデータは公開されず、あくまで憶測で判断するしかありません。しかし、その上で言えば、個人的には日本の方が格段に手強いと思います。もし在韓米軍が撤退したら、その時韓国は灼熱と極寒を味わうことになるでしょう。韓国は北朝鮮を心の底から恐れているはずで、万が一の際には国際社会が救いの手を差し伸べるしかありませんと、こういう意見ですから、今のウクライナのような状況になるということをこの人は言っているんでしょうかね。はい、ということで今回も最後までご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録のほど何卒よろしくお願い申し上げます。今最後の人のコメントですよね、まあ結局韓国も米軍がいなければあっという間に制圧されてしまいかねないということでしょうか。先ほどもちょっと触れましたけれども、最近やけに本当にですね、韓国のネットでは日韓同盟だとか日米韓同盟だとか、そんなことばっかり言っておりますよね。やっぱりウクライナを見て何か新たな手を打たないと、このままでは危ないと思っているのかもしれません。確かにそれも無理はなくてですね、今韓国どころか世界中の国があのありさまを見て軍事強化を始めておりますからね。ドイツだってここに来て13兆円も投じて軍事強化を図っております。日本はね、本当にどうするんでしょうかね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。